お二人目の先生、ご紹介させていただきたいと思います宇宙の研究をしている先生です、えー、京都大学宇宙総合学研究ユニット特定准教授磯部弘明先生です皆さん、大きな拍手でお迎えくださいはい、み、え、な、ー、さんこんにちは はい、さっきあの生物学者の人が宇宙の話ばっかりしてましたけど <laughs> 宇宙生命っていうあのすごいあのワクワクするような話聞きましたよね。えー、と僕は、えーとまあ、京都大学であの宇宙の研究をしている宇宙の研究者です。だけど、えー、と出ますかね僕の話も宇宙で始まるんだけど。 最後はですね僕もあの最初はですねあの自分のまあ子どもの頃の話もしてくださいということでしたので、まあ、どんなふうにしてあのこういう宇宙の研究をするようになったのかそして今なんでですねここに宇宙物理学から宇宙人類学って書いてますけども、まあ、そういうちょっと変わった新しい挑戦をしようとしているのかっていう話をしたいと思います。であの僕がです、ね、一番最初に 宇宙に、えー、と興味を持ったのは、なんでしょうね、この四角い、白、下の四角は、僕のパソコンでは出てないんだけど、まあいいや、あの一番最初に宇宙に興味を持ったのはです、ね、あの多分7歳6歳か7歳ぐらいのあの頃でした、あの僕自身はあ,のあまり星を見たりとか、自然を観察したりするのが好きだったことはないです、どっち実は今でもです、ね、自分で星座は5個か6個ぐらいしか見つけられません、天文学者なのに。 なんだけどもあの子供の時にこの加古しさんの宇宙という本でですねその中に赤色巨星のイラストが出てくるんですねこれは JAXA のホームページにあるこの本の中とはちょっと違うものですけども赤色巨星っていうのは赤い色の巨大な星と書きますで太陽もですねあと60億年ぐらいすると赤色巨星になりますそれはどんな星かというとですねむちゃむちゃでかいであの右上に黄色い丸がありますねあれが太陽の大きさを表しています太陽は皆さんが住んでいる地球の100倍ぐらい大きいです 皆さんが住んでいる地球の100倍ぐらい大きい太陽のもっとその何百倍も大きいような星があります。で、太陽もいずれこんなふうにわーっと膨らんできてあと60億年ぐらいすると、まあ、地球を多分飲み込んでしまってそこで地球は終わりを迎えるんですけども、まあ、それはさておきですね、これを見て僕は何を思ったかっていうと怖くなった。世の中にこんなに大きいものがあるのかと。で、あの当時まあオリオン座ぐらいは知ってましたのでオリオン座のです、ね、一角にペテルギウスって星があるんですけどもあれがまあ積極巨,巨星なんですね。 であのもちろん自分でそこに行って見ることはできないけどももしそこに行って見ることができたらこういうあの自分の持ってる感覚とは全く違うような,もうなんか恐ろしいぐらいのでかいものがそこにあるんだっていう怖いようなワクワクするような感動を覚えたのが一番最初ですだからそれは身の回りのものを見て何か発見するというよりは全く身の回りにないようなものがでも 本当にそこにあるんだっていうそういう感動だったんですね。で、あそうこの世界にこんなでかいものがあるのかとそういう感動だったわけです。で、そこからあの宇宙に少しずつ興味を持つようになってきて、まあ中学生高校生の頃はですね、あのここにちょっとなんか写真がよくないですけども、あのスティーブン・ホーキングさんというですね、あの車椅子のあの宇宙物理学者さん。 といいう方がいらっっしゃってあのまあ近ジストロフィーというまあ難しい病気であの体全然動かないんですけどもまあ革新的な宇宙の理論を作った人ですねこの人の本を読んで「宇宙の始まりビッグバン」であるとか先ほど長沼さんのお話の中にまあ自分が生命としてどこから来てどこへ行くのかっていうそういう話がありましたけども多分僕も同じようなあの疑問を持っていたんですねただし僕の場合はまあ生命というよりはこの宇宙そのものの始まりに最初は興味を持ちました。 で、あのこういう研究をしたいなと思うようになったわけですね。で、まあこのステブ・ホーキング博士に憧れて、あのそういう研究をしたいと思ってたんですけども、まあ幸いあの京都大学入って博士号を取って研究者になってからですね、あのケンブリッジ大学彼のホーキングさんのケンブリッジ大学に行って、あのそこで僕もうちの研究をすることができるようになりました。で、まああのそんなこんなでそんなに面白くないあの。 入りだったんですけれども一方であの宇宙のこと以外にです、ね、子どもの時何が好きだったかというとさっきも言ったように僕あんまりあの、えー、と自然観察をしたりする子じゃなかったって自由研究も正直あの全然好きじゃなかったんですけれどもあの本を読むのが好きでした。 で中でも一番夢中になって読んだのはこのジュール・ベルヌという本ですという作家さんの本であの一番左にある「2年間の休暇」という本はですね多分皆さん15少年漂流記というタイトルで知っているんじゃないかと思います。あのまあ、15人の少年がです、ね、あの無人島に流されてそこで生きていく話です。それから真ん中は「海底2万回り」まあ、これは潜水艦で,です、ねまあ、海底を探検するような話ですね。ねそれから一番右はあんまり知られていませんけど「神秘の島」というやっぱりまあそういう冒険ものです。そうやってなんか全然 自分のの知知らないいいいいとところをを探検ししたたた未知の世界に行っっっってててみうううそういう憧れをずっと持ってましただからそういう自分の知らない世界自分の知ってる世界とは全然違う世界のことを知りたいとか言ってみたいとかそういうもののことを見たり聞いたりするとワクワクするとか多分それが僕自身を研究の道に連れてきてくれた原動力だというふうに思ってます。 なので、あの、やっぱり無人島を探検するほどのですね、まあ、胆力と、あの、体力はなかったんですけども。あの、大学生の頃にはですね、あの、あちこち旅行に行きました。これ、なんでわざわざ,わざ写真出したかというと、これ、あの。長沼先生、あの、学界のインディージョーンズと言われてますけども、そのインディージョーンズって映画のロケをしたのが。あの、ヨルダンという国になる、ペトラ遺跡というこの遺跡です、まあ。あの、そんなところですね、あちこち行ってみたりして、あの、知らないところを行ってみたいなというふうにずっと。 思ってましたなんだけどもあの実は僕も宇宙飛行士になりたいなと思ったこともありましたやっぱり外から地球を見てみたいだけども僕自身の選択は宇宙飛行士になったらいけるのは、まあ、スペースシャトルと宇宙センションそのぐらいまでだとでも僕が本当に知りたいのはもっともっと違うものもっと変なものもっと自分の世界とはかけ離れてるところ例えば宇宙の果てであったり赤色巨星であったりブラックホールであったり そういううい全然違う世界に引きたりあの引かれたいまあだからブラックホールに行けるもんなら、まあ、安全に行って帰ってこれるもんなら行ってみたいですけども、まあ、それはなかなか難しいので天文学の研究というものを通して、まあ、その未知なるものに触れたいという要求をですね満たそうとしたんだろうと思います。なんだけどもですねあの大学に入ってですねあの結局研究テーマとして選んだのは意外にも近くのあの天体でした。 で今あの皆さんに出してるですねこの動画をですねあの太陽の動画です本物ですこれは日本の人あのまあ宇宙科学研究所が上げた陽光というあの名前の人工衛星が撮った X 線で見た太陽です X 線って皆さんわかりますかねあのレントゲンを撮るときに使う目に見えない特殊な光ですで太陽ってですね普通に目で見える見ちゃダメですよ見ちゃダメだけども目で見える光で写真を撮るとまあノペットしてて黒点が あるくらいですけども X 線を取るとこんな風にビカビカになんとか光っていてあの時ピカピカと強く光りますよねあれ一発光ると水素爆弾1億個分ぐらいのものすごい爆発ですこれ太陽系内最大の爆発現象ですこんなダイナミックな姿を太陽はしてるんだと思ってこれにすごく惹かれて太陽の研究をするようになりましたそうするとですねじゃあこの この爆発が何で起きるのか知りたいて、まあこれが僕の,あの天文学者としてのメインの研究テーマなんですけども、そうするとなんか面白いことに気づくんですね。太陽って実はですね、そんなに複雑な変わったものではないんですね。太陽っていうのは、なんか字が出てませんけど、まあいいや。太陽っていうのは単にガスの塊です。ちょっと電気を見たらガスの塊です。それが重力で集まってるだけです。でで難しいいすけどもあのこういう 難しい数学の式があってでもこの式がですねその太陽を作ってるようなガスの運動をですねどういうふうに動くかっていうことをですね支配する法則になっていますこの式に従って太陽のガスはいろんな形をしたり動いたりするっていうことはもう分かってる分かってるんだけどもで僕の研究の大部分はこの方程式をですねコンピューターを使って解くことなんですけども分かってるんだけども一見分かってるようで実は方程式を解いてみるとちょっと太陽の状態を変えただけで全然 爆発が起きなかったり全然爆発が起きなそうな状況を入れてみてもボンと爆発することがあったりすごく予測できない振る舞いをするんですねだから一見もうんかあの宇宙の果てとかですねそういうふうに分かってないことじゃなくて一見もうんか分かりきったようなもんであるのに実はすごく複雑な振る舞いをしていて分かってるようで実は分かっていないねあこんなことは分かってなかったなとそういうことに気づきますで分からない理由はそれが複雑だからなんですね あのガスの塊だから単純だって言いましたけども実はその中にいっぱいあのガスの激しい運動があってその動きってとっても水の流れと一緒で複雑でぐちゃぐちゃしててよく分かんないだからここでだん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 僕の興味は宇宙の始まりとか果てみたいな宇宙の究極の姿から宇宙にはいろんな複雑で多様でいろんなものがあるなんかもうごちゃぐちゃのぐちゃぐちゃのわけのわからん状態になってると。 そのなんか宇宙の複雑さとか多様さを知りたいというふうにだん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 興味は移ってきました。で、この宇宙にある最も複雑なものといえばなんといってもですね、やっぱり生命です。これあの、先ほど出た深海に住んでる奇妙な生物ですけども、そうやってですね、あの 中沼さんはあの宇宙生命に昔から興味があるって言っていましたけども最近時代が中沼さんに追いついてきて最近はです、ね、宇宙生命学宇宙生物学っていうのが真面目な学問分野になりつつあります僕もこの間初めて中沼さんとお会いしたのはそういう宇宙生物学というあの研究会でしたでも生物も複雑だけどもっとよくわからないやつらがいるそれはですね人間ですねこれ人間代表として出していますけどもなんかすごい宇宙なネクタイ皆さん気づきましたネクタイこんな宇宙だったんですけども 人間の振る舞いこれ生命以上に複雑です人間の生命としてももちろんすごく高機能で複雑だけど人間はさらにこうやってなんか誰も頼みもしないのに誰も命令したわけでもないのにこうやってなんか政治作って誰かが喋って周りひみんな聞いてるみたいなこんなことしてる生命いないですよね他に人間ってとっても不思議ですこんなに面白いものを宇宙は生んだのかと思うわけですねでその宇宙宇宙や太陽と人間の関わりがですねその複雑だっていうだけではありません 実は本当に実際に宇宙がですねあの関,わりえ関わりを持ちつつあります。この映像はですねやっぱ太陽の映像なんですけど、も真ん中の白い丸が太陽で、太陽ですねパッとこうあの視力検査の時に使う、最近しないのかな、あのなんかおたまみたいなので、ぱと隠してあります。で宇,宙宇宙で人工衛星やってるので、背景の星が見える。で太陽で爆発が起きると、ガスがボーンと外に出るんですね。で、ばッと今、バッと画面乱れましたね。あれは太陽から爆発で飛んできたガスが地球のほうに飛んできたところです。 でバシバシバシってなんかし画面さっき白くなりましたけどもあれ全部ですね何かっていうとただのガスではなくて放射線です放射線ってわかりますかあの当たったら体に悪いやつですまあ原子力発電所の事故なんかで問題になりましたねさっきのバシバシバシっと白くなったあの放射線全部をもし宇宙飛行士が宇宙船の外で全部浴びるとその宇宙飛行士は死にますだから太陽ってむちゃむちゃ危ないんですよ皆さんは大丈夫です この太陽から来る放射線は絶対にあの地球の地面までは届きません。全部太陽の、ごめんなさい、地球の上空の大気で吸収されてしまって地面には届かないんだけども、一旦地球の大気の外に出ると、太陽ってむちゃむちゃ危ない存在なんですね。で、あの放射線が飛んできて宇宙飛行士が危ないだけじゃなくて、地上の皆さんにも危なくないけど関係ありますよっていうのが次の映像です。これは NASA が作ったアニメーションですけども。 えー、太陽でボーンと爆発を切るとです、ね、なんかガスがビューンと飛んできて、えー、地球に衝突するんですが地球にはバリアがあってバリアが守ってくれるでもバリアの中でバリアってこう磁力線ですバリアの中で電流がピュッと流れます流れてそれが北極と南極に突っ込んでてオーロラが光りますこれがオーロラの光るメカニズムですでだからオーロラが見えるのは太陽のおかげでオーロラが見えるだけだったら綺麗でいいんだけども あの同じようなオーロラが光ると同じような原因で例えば発電所が壊れたりとかですね人工衛星が壊れたりとかいろんな影響がありますだから皆さん地球上できてると思ってるかもしれないけども知らず知らずのうちに地球の外の宇宙空間太陽をはじめからの影響を今や受けていますそういう意味でもうすでに宇宙っていうのは単に我々から離れた場所ではなくって我々の生活する場所の一部になってるんですね さて突然ダンゴムシの話をしますここで宇宙と人間がつなぐものがダンゴムシです。実は今回の自由研究もこのダンゴムシに関する自由研究の,あの作品があったと聞きましたけどもダンゴムシに心はあるのかというですね本が出ています。心あると思いますか皆さんう、ねあのさすが子供の皆さんはさっとあると言いますけども大人はよくですねそんなものあるわけないと言います。 でダンゴムシはすごくちっちゃい脳しかありません、まあ、考えられてると思わないダンゴムシって、ね、なんかすごくあの本能に従ってすごく決まりきった動き方をするということは知られていますあの自由研究でも流れてますけどもなんだけどもこの研究者のなぜか下に来ている森山徹さんというです、ね、研究者の方はダンゴムシをダンゴムシ的にありえない状況に置きましたそうするとダンゴムシが今まで本能に従って生きてるように生きてた時に見せてた行動とは全く違う行動を見せるようになったんですね でそれはなんか単調ないつ,もいつも同じパターンをするんじゃなくていきなりなんか気が狂ったように壁をよじ登り出したりとかぐるぐる回り出したりとかダンゴムシ的にありえない状況にンゴムシを置くとダンゴムシすら知らなかったダンゴムシの新しい心が見えてきたというのがこの研究です。で先ほど長村さんの話でできた火星に人間が住むこれは同じことです。人人間間ににととっっっててて火星に食っていく宇宙に食っていくことは人間が今まで 出会ったたこここととともななないい経験したこともない状況にに人間が置かれることになりますその時に人間が一体どういう反応を起こすのか人間が作る社会がどういうふうに変わるのかこれは単に火星に行ってワクワクするってわけじゃなくて人間とか人間作る社会っていうのがどういうもんなんだろう我々はどういう存在なんだろうかっていうことを知るために火星に行くことが多分役に立つだから僕らは今ですねあの宇宙 の天体のことを知るっていう研究から宇宙によって人間がどうなるんだろうっていうそういう新しい謎ですね今出てきてる新しい謎にすごくワクワクして宇宙人類学っていうですね新しい取り組みを始めつつありますだからこれは僕は35歳ぐらいになってから皆さんが自由研究のテーマを考えるように35歳ぐらいになってからあと何年か研究室で何しようって考えた時に出てきた新しいテーマでこれがまあ今 まさにできつつある新しい学問分野ですので皆さんが大きくなってからぜひですねこういう分野に参加してくれる人が出てきてくれたらいいなと思います。じゃあ以上で話を終わりりまますありがとうございました